にちは、キャラバンです。僕キャラバンはですね、2月から始まった全国ツアーの真っ最中でして、そう、2月のツアーの初日は、奈良のカナカナという場所から始まったんですが、でその後全国をですね、弾き語りであちこち回っていまして、1台の車でいろんな場所に行ってきました。そんで、まあ、本当にその会場もですね、こう美術館があったり酒蔵があったりカフェやバーがあったり、ライブハウスもありましたし、そして美術館も言いましたね。あとなんだ、まあいろいろ本当多様な場所でやるっていうのがすごく弾き語りツアーの醍醐味になってまして、でその日その日違う響きと違う空気感で、なんかいかにそこをどう楽しんでいくかっていうのはすごく一人旅のような旅だったんですが、実はですね、4月に今度は一人旅ではなく、バンドを従えて大阪に戻ってきます。4月の6日梅田の、バナナホールですね、こちらでですねライブをすることが決まっています。ぜひ皆さん来てほしいんですが、でそのバンドメンバーなんですけども、ドラムに椎野恭一さん、そしてベースにカーリー・ジラフこと高桑清志くん、そしてキーボードに堀江博久くん、そしてペダルスティールという楽器に宮下康介という、そしてあと俺キャラバンの5人でバンドを動かしていこうと思っています。なんかこう一つの生き物のようにみんなが絡み合って、なんかこうイメージをですね、こう音楽をこうカラフルに鳴らしていけたらなと思ってますので、ぜひ弾き語りとは違うまた醍醐味がございます。ぜひ皆さん、こぞって遊びに来てください。4月の6日、バナナホールです。詳しくはまたその、いろいろもろもろ発表されていくと思いますので、ホームページなどチェックしてみてください。そんなわけでキャラバンでした。